ばんは。多分さっきぶりの方が結構いると思うんですけど、今日は私の生誕祭でした。ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。はい。なんか今日は今年の初お仕事でした。今年初めて皆さんの前に出るのは、まあ、今日ですね。生誕祭ですね。何ちゃい?7回目の17ちゃいです。仕事始めそうですね。そうで、あ、来たと思ってスケジュールを見た時にね、来たって、仕事始めが生誕祭で、おーって感じ。嬉しい。なんていうかな、うん、嬉しい。シンプルに、なんか今日の初仕事で敦貴たちに会えるのは、うん、今年の、うん、いい仕事始めだな。そう、うん、そうで、お手紙はあゆからです。あゆからお手紙をもらいました。でもびっくり。しかも内容を聞いて、あ、あゆっぽいなと、なんていうかな、あ、でも結構最初からあゆだなと思った。多分1行2行くらいのところを聞いて、これはあゆだと思って、なんか本当に2行目くらい聞いたら、あ、あゆだと思って分かったので、で、聞いて、はあ、なんかなんだろう、あゆがあゆっぽい、あゆっぽい、あゆ、まあ、あゆが書いたものだからあゆっぽいなんですけど、なんかやっぱなんかあゆが考えてることと私が考えてることがなんか似てるなと思って嬉しかった。あ、あー、ちょっと待ってください。サトルさん、サトルさん、ありが、白タワー、ありがとうございます。サトルさんだ、ありがとうございます。ありが白、ありがとうございます。パーカーはですね、見てください。すごくない？さっきはね、あの、そう、ウサギと夏木ですね。なんかさっき公演の時に、なんか可愛いパーカーあるなと思って、え、一人だけじゃないな
え、この方も可愛いかパーカー着てるな。あ、セイダン委員の方が作ってくださったパーカーでした。着るの早いね。そう、めっちゃ可愛い。しかもこのデザインめっちゃ好き。すごい。そう、17歳、17回目ですけど、17プラス4ちゃんになりました。ありがとうございます。7回目ってすごい。すごくないよ、すごくないよ。盛大委員の皆さん本当にありがとうございました。お手紙もたくさんいただいて、また後でゆっくり読みます。スピーチに泣いた、泣かないで。私今日は泣いてないよ。失格取ったのはびっくりした。日本で失格取ったのは初めてです。日本に来てから。台湾で料理と日本語能力試験の検定を取って資格、日本語能力試験とのこの検定は資格っていうんですか、試験、ん、ちょっと違う、ちょっと違う、資格ですね。あ、じゃあ料理系と日本語しか持ってないんですけど、で色彩、ちょっと前色彩の検定を受けて、そう、色彩検定です。色彩検定一級も狙うの、うん、あのね、単純になんかやらないと、でも最初はやらないとと思ってなかったな。なんか単純に色彩に興味ある、単純に趣味として勉強し始めて、まあ、なんていうかな、で一番最初はね、多分インスタと関係あると思うんですけど、茶色が好きからじゃなくて、インスタのなんか色になんかこだわりがあるんですよ。このでもこだわりしてることを言ったら多分ね、今日の配信ね1時間なんか終わらないので、また後日なんかこだわってるんですよ、いろいろで。でしかもなんか色の名前を覚えるのもすごく好きです。なんかわかりますか、なんか赤、オレンジ、黄色、緑とか、まあこれは伝わるんですけど、でもこの色は名前があるんですよ。でも全部なんか緑って言ったらなんか範囲が結構あるんじゃないですか、名前があるのにね、と思って、そう、色の名前を覚えるのがなんか楽しいっていうか、ちゃんとね名前をいろいろ知りたいので、そうで、え、これいっぱいたくさんの色の名前を覚えたら、これはあの
なんか特技になるんじゃないとか思い始めて、でそういえば色彩というなんか色、なんか色関係の検定あるかなと思って、ないんかな、なあるかなと思って調べたらあった、色彩検定がありまして、おうほうほう、で教科書を買って、なんか楽しくて楽しかった。なんかいろいろ今まで知らないことを知って、考えたこともないこともいろいろ勉強して、すごくなんか、しかもファッションのこともいろいろ書いたので、今まで考えたことない配色とかたくさん学んで、なんかネットで3ヶ月間くらい産休取れるって聞いたと書いてあったんですけど、これは、まあ、毎日配信が終わってからの、終わった後の話だから、8月くらい8月くらいかな、8月くらいのことで、で検定は11月の中旬だから3ヶ月で産休取れるって言われたから、あ、いけるんじゃないと思って勉強し始めました。でもね、3ヶ月で産休取れると言われたんですけど、なんか、まあ、毎日配信終わったから毎日10時くらいになった時に寂しいなと思って、もうこの寂しさは無駄にしちゃいけないなと思って、勉強をもっとなんか逆になんですけど、エネルギーになってって勉強を頑張ってましたね。しかもね、それだけじゃなくて、あずきの方々はね、いろんなところで頑張ってくださってて、なんかマチャリのためにこんなに頑張ってくださってるから、私はあずきに負けちゃいけないと思って、時間は結構厳しかったんですけど、2級も勉強して、うん、どちらも合格できましたね。毎日配信が終わったんですけど、この時間はもったい、毎日配信が終わった分、なんていうかな、この時間はもったいにしてなかった。で今は、まあ、色彩の、まあ、この2ヶ月間なんか、受験は11月中旬で終わったんですけど、2ヶ月間で色彩の勉強はしてないですけど日本語の勉強はちゃんとしてるよ、うん、でも色彩はね、今3級と2級の検定を取ったんですけど、でも1級も頑張ろうと思って、何ていうかな、まあ最初本当に趣味だから勉強し始めたんですけど、本当に趣味でプロになりたいとかそういうのじゃなくて、単純に
色彩色が好きだから、うん、勉強し始めたんですけど、もともと2級を取ったらもう満足って感じ。1級になると急に難しくなるらしいですよ、らしいですよ、うん、でも色彩勉強したらなんかファッションとかの勉強もなったんですよ。ちょっと、うん、ファッションの子供もっと知りたいですし、なんていうかな、2級を取ったんけど、これは武器にならないんじゃない？なんか中途半端っていうか、もしやるなら最一番難しい方を最高級取らないとと思って、なんか今までの私はよく なんかなんかできたと思ったら満足したらもう終わっちゃうから、これはもう武器になってない、うん、だから一級取っちゃおうかな。うん、うん、難しい、取っちゃいい、うん、難しいんですけど、しかもね、なんか普段あまり使わない言葉結構あるんですよ。多分日本人も知らない言葉持ってっちゃうんですよ。もう、結構難しくて、しかも、まあ、途中ちょっと諦めたところもあって、一番諦めたところは目の構造でした。目の構造のところもめっちゃ難しくて、なぜか色彩の勉強で目の構造も勉強しなければいけないのですけど、でも諦めたってことは、なんかもともとはね、なんか知らない単語、読み方はちゃんと読み方を調べて、調べて書いたんですけど、ひらがなで。で目の構造のところはね書いてなかったの。そのまま漢字を見て、漢字を見たら分かるんですよ。漢字見たら分かるんですよ。あの中学生の生物で学んでたので、漢字を見たら分かるんですよ、意味が。読み方はなんか日本、あ、漢字は同じです。あのそう、読み方は違うんですけど、意味は分かるたらもう大丈夫。なんか読み方も気にしない。なんか本当に目の構造のところは本当に諦めてた。色彩の勉強、なぜか目の構造覚えなければいけないの。目の構造とあのこの構造のなんか何の効能っていうんですかね、もう難しかったんですし、なんかカタカナの単語めっちゃありましたね。この目の中のこの、めっちゃなんか
呪文みたいな言葉も結構あって、めっちゃ長いカタカナ、なんかうわあやばい。昨日目の中の構造の機能、あ、役割ですね、役割とか難しかったですけど、ちゃんと検定取れましたね、合格することができました。あ、ちなみに3級の検定多分9割あの なんだっけなんていうかな、正解率っていうんですか、9割正解でした。はっ、正解率かな、頑張ってましたねでもやっぱりもともとは本当にこれは趣味だから、あの2級を取ったらもう満足って感じだったんですけど、ちょっと前マネージャーさんといろいろ話して、で今マチャリンが持ってる武器の話もしたんですけど、なんか 100% の武器がなかなかないじゃない、私は。じゃあうん、これは武器になったらいいなと思って、自分も取っちゃい取っちゃうかな、取っちゃい船の免許はね、いや、とりあえず車の免許かな。でも車を持ってないから車の免許を取ってもなんかいろいろできないんですけど、だからなんか今車の免許取りたいとか思ってないんですけど、いきなり日本で取るのかな。何、船興味ちょっとそんなにないんですけど、もし番組でなんか企画があれば喜んでよろしくお願いします。自分からはね、ちょっとはね、あ、車は微妙ですね。あの日本だと左通行、なんていうかな、左じゃない骨は癖強い、そう、うん、左ハンドルっていうんですかね、手は右です。でも右ハンドルか台湾は、日本はうん、だから、あ、でもなんか国際免許なんか分かんない、なんか申請したら、うん、なんかできるんですけど、でも怖い、どっちも怖い。しかもとりあえず車持ってないから、普通に電車派なので車持ってないから、車の免許どう
取りたくなくはないんですけど、ちょっと怖いちょっと怖い。免許を持ってもちゃんと運転できる自信がないこれはね、うん、とりあえず色彩級を取っちゃい頑張りますね。もう逆にどこから勉強すればいいのか、私3級と2級は本屋さんに行って普通に教科書を買ったんですけど、最初は3級の教科書を買って、で3級を勉強したら2級と3級の教科書もあったんですよ。で2級と3級の教科書も買って、で最後これそのなんか2級ももっともっと詳しく勉強した方がいいかなと思って、また2級の教科書を買って3冊を買った。そう、1級はですね、1級は売ってる店が少ないとか、あのね、少ない、少なくはない、ないんです少なくはない、ないんです。見たことない。本屋さんで1級、色彩検定1級の教科書見たことないな、少なくはないけどないどこで売ってるんや。売ってないのね。売って、私今まで見たことない、全然絶対ないとか言い切れないんですけど、本屋さんに行って色彩、色彩関係のところに行っても見たことない。本じゃ取れない級なの。いや多分あるんけど、あるはずだけど、どこで売ってるの。でもまあ今まで私は2級ね、去年はね2級を取りたいから別にまだ困ってないんですけど、今1級も取りたいから、1級の本はどこで売ってるの。確か見たこと本当にない。なんかまあ興味あって、なんか1級はどんな感じなのかと思って探したんですよ。なるほど、確かにネットだったらあると思うんですけど、ネットだったらあるんですけど、存在しない、存在は知ってると思うんですけど見たことない。なんか1級はどんな感じなのか知りたくて探したんですけど、持ってない。ほん都市伝説、伝説ではないと思うんですけど、存在は知っていると思うけど見たことはない。存在しなかったらどうやって勉強するの。ネットかな、ネットかな、ネットですね。でも1級は多分めちゃくちゃ難しいと思う。なんか合格率を見て、3級の見て、おう、2級の見て、おう、1級見て、おう、おう、そうですね、うん、しかも2回テスト行かないといけないらしいんです。ちゃんとはちゃんとは調べてないからわかんないですけど、うん、
2級で何パス、え、ちょっと覚えてない、ちょっと覚えてない。でもね、もう一つなんか難しいことはやっぱ言葉ですね。だから私にとってもっと難しいんですね。そう、うんうん、だからね、普通に日本人がね、なんかね、なんか、うん、皆さんよりなんか難しいんですよ私は。あの、うん、でも取っちゃい一級も取っちゃい。日本人になりたいのではない、ただ日本語をペラペラになりたいこれは違いますよ。日本人になりたいと思ってない、だって日本人じゃないもん簡単に言うと日本人じゃないもん。でも日本語を流暢に喋りたい、日本人みたいにペラペラになりたい。でも、まあ、前も言ったんですけど、ちょっと前も言ったんですけど、まあ、将来はね、将来というかこれからね、お芝居をやりたいんですけど、まあ、皆さんは優しいから十分ペラペラだよとか言ってくださってるんですけど、でもまだまだですね、正直皆さんね、わかるんですよね、まだまだですね、日本人っぽく喋ることがまだまだできてないから、私にとっては普通の日本人の役をやらせていただくまでは日本語うまいねとか嬉しいんですけど、でもそれまではやらせていただくまではまだちゃんとできてないってこと、私にとってはね。なんか、あ、でもね、あの、また誤解されるかも、あの、日本人役をやりたいイコール日本人になりたいではないではないではない、ただただ普通の役をやりたい、うん、まあ外国人役、なんかドラマとか映画もなんか外国人役もあるんですけど、たまに必要な役かもしれないんですけど、でも外国人役だけやったらなんかあのできることが狭い、うん、狭いですし、日本で活動したいのでとりあえず日本語はねもっとうまく役者の幅はね、そうだから普通の役をやりたい簡単に言うと、
ギャル、ギャル役、あのうん、いろんな役をやりたいのでギャル役、なんていうかな、いろんなことやりたいので、じゃギャル語も勉強しなければいけないねギャル語、ヤバミザワとか前公演の時に教えてもらった。マチマンジーとか恥ずかしい。それはダメです、わらわら、うん、でもやりたいな、まあ、スピーチの時も言ったんですけど、うん、ちょっとはね、怖いんですよ、正直。なんか皆さんにとっては、皆さんにとってはというか、役者になりたい人にとっては、なんか、ね、日本の皆さんにとっては、日本語を喋るのなんか普通、基本というか、みんなできること、心配しなくてもみんなできることじゃない。でも私にとっては一番大きな壁なので、この壁をこう言いたいんですけど、でもすごく怖いんです、正直。いろんな意味で、でもいつも怖いと思って、まあスピーチの時にも言ったんですけど、もっと日本語が上手くなったらとか、今はまだだなとかずっと思ってたんですよ。でもずっと思ってて、で全然進んでいなかったんです、私は。日本人でも地方出身者は標準語並ぶの大変だったりするらしい。でもね、一応同じ日本語じゃないですか。私は全然違う言葉を習得そう、私は全然ね、違う言葉、私にとって日本語は全然違う言葉だから、そう、もっと難しいしね、言葉が難しいですし、あ、この人は外国人だとか、うん、思われる。で、いろいろできないところあるんじゃないかなと思って、うん、壁はかなり高いんです。
で自分は、まあ、この1年間2019っていうかなんか6回目の17歳っていうかなを振り返ってみて、自分はあまり進んでいなかったなと思って、なんか反省しなければいけないところが結構あったので、うん、悔しかったんです。いろいろ自分のこともでも、だこそちょっとエネルギーになるかなと思って優しい悔しさを羽にうん、バネにバネ目が悪いからごめん。そうだね、バネ、え？バネの、あ、バネが、バネにうー、そう、イントネーションはね、わかんない。なんか自分が言ってる言葉、正しいわとかわかんないこれも悩み、もう悩みが多すぎるわ私。アクセントちってちちちって読めない辞書？辞典を購入、あのね、あずきからいただいたんですよ。アクセント辞典いただいたんですけど、 NHK さんの辞典ですけど、見たら超難しくて、めっちゃくちゃ難しい。なんか知らない言葉もいっぱい出てきて超難しかった。ちょっともうちょっと日本語が上手くなったら勉強しようと思って、だって超難しかったちょっとはね、ハードルがちょっといきなりちょっとできないかも私。逃げたっていうか、なんかいきなりちょっとハードルが高すぎて、あちょっとおーほうほうと思って。でもね、ドラマとかを見てイントネーションを学んでるから
まあ、少しずつかな。日本語ってどこから勉強、どこから学び始めたの？どこから？どこから？一番最初、ね、どういうこと？一番最初学んだってどこから？え、どういうこと？五十音から。え、どういうこと？そういうこと？五十音から。うん、普通に教科書を買って五十音から。しかも最初 CD を聴いたんですけど、あいうえを書きこけこう、なんか全部一緒に聞こえて、え、違いは何だろうって。あ、あいうえを、次はか、あ、そういうことか。最初はぼおんで、あ、そういうことか。全部最初はなんか分かんなくて、 CD だけあの流れて、本を見てなかったので分かんない。あい、なんか全部に一緒に聞こえちゃった。あ、違うんだ。母音難しかった。立ちつてとのところが一番難しかったかな。つ、立ちつてと合ってる？なんて。しかもな、60点すっごく低い。もう一度どうぞ。立ちつてと可愛い、え、可愛いってことは100点じゃないってことか。惜しい。 OK とか、すご合ってるよ。でも合ってるなら可愛いと言わないっしょ。しかも一番謎なのは、なぜがつのローマ字は TSU。皆さんちょっと外国人に聞いてみた。みんな、なんで、まあ、ラリルレもう L じゃなくて R、 これもちょっとと思ったんですけど、つはね、なんで TSU なの？ラリルレル普通は L じゃない？しかもつはTSU、 と思って。だって TU は中でしょ。なんで TU は中？CYU じゃない？え？ T は中なの？いえ、え？あ、でも今 GU って書いたらつが出てきた。でも教科書に TSU って書いて、はあ、とか難しいですね。難しい。で、最近お姉ちゃんはね、日本語を勉強し始めたんですよ。で、塾に行ってて、で、なんか
章を書かなければいけないんです。で私結局私が書いたお姉ちゃんがちょっと一回書いて、でめちゃくちゃ不必要だから私も書いた。書いたらお姉ちゃんに渡したら、まあ、ちゃん日本語なんか書くのはめっちゃ下手くそと言われたんです。あの例えばね、さこれは合ってないですよね、これはダメですか、ダメですか、なんかこれじゃダメ、これは正しいってお姉ちゃんが言った、ダメじゃない、一回切らないと、なんか携帯とかなんか打つのがなんかどっちでも合ってる、なんか書く方が私はいつもこうで、でもこれはなんか教科書とか、教科書っていうか本の書き方、実際の書き方はだよって言われて、印刷用、そう印刷用、間違いじゃない、なんかいつも印刷用だって、私は最初に書いた本は印刷用だよ、木もこうはダメと、これは正しいとお姉ちゃんに言われた、うん、くっつけて書いたら子供っぽい、でお姉ちゃんに怒られて、え言われてないの、言われたことないよって言ったら、あそうも、そう私はいつもこうやって書いたんですけど、こうじゃなくてこうだよって言われて、で誰にも教えてもらってなかったのって、なかったよ、最初から自分で勉強したから、普通に教科書を見て勉強したから、私が勉強した字は印刷用の字だったので、とりあえずお姉ちゃんに怒られたっていうか、なんか笑われたってもないけど、なんか間違ったよとか言われた。まあ皆さんはなんか結構なんかさっきのコメントを見てどっちでもいいよって言ってくれたんですけど、次言いたいのは本当に私の、あもう一つ、リこうじゃなくてこうだよと言われた、リもどっちでもいい、リもどっちでも、でも次言いたいのは私のせいで、私はいつもこう書いてるんですけど、お姉ちゃんにでのこの点々は中、これは私のせい、点の位置がおそろそろ時間だ、そろそろ時間、りは微妙、あ分かりました、点の位置はどっちでもいい、どっちでもいい、考えたことない、お姉ちゃんにダメだよって、どっちでもいい、え点々の位置も大丈夫だった、日本人適当私も同じ位置、大丈夫大丈夫が大体で大丈夫、じゃあお姉ちゃんに伝えるね、マチャリンは大丈夫だって、まあ文字だけではなく、まあいろいろね頑張らなきゃいけないところはあるので、
これからもいっぱい教えてください。もう聖誕祭の話もとしたかったんですけど、時間が57分になりました。かなりやばいです。終わらないと切れちゃうので、今からランキングを読み上げたいと思います。はい、13位から13位は早川さんです。12位はかなぶんさんです。11位はジェリーさんです。10位はリニアさんです。9位はヨッチです。8位は激推しです。7位はあさまです。6位は10位です。ありがとうございます。はい、5位はえんちゃんです。聖誕さんありがとうございます。めっちゃ本当にありがとうございます。カバパーカーもカバンじゃない、パーカーもありがとうございます。はい、支えてくださいね。はい、続きます。4位みーさんです。さっきぶりありがとうございます。初期への愛がいっぱいいっぱいいっぱい溢れていて泣いちゃった。ありがとうございます。検定もね、ありがとうございます。頑張りますね、いろいろありがとうございます。じゃ続きます。3位はナスカさんです。さっきぶり、今回も素敵な聖誕祭だったね、皆さんのおかげです。最後のスピーチ泣いた、泣かないね、私は全然泣いてないのに、泣かないでね、ありがとうございます。はい、では続きます。2位はのこぼぼさんです。聖誕祭ありがとうございます。本当にもう泣かないでね一番号泣したのこぼぼさんありがとうございます。最後1位はサトルさんです。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。本当に、しかもね、アンコールを呼んでくださった時とか、ね、コール、マチャレンコールを呼んでくださった時に本当に嬉しかったんです、うん、本当に素敵な1日になりました。またこれからも見守ってくださいはい、では皆さんおやすみなさい。バイバーイ。